はい、もう口開くなって思った話、うん、誰にか、小泉のせがれ、うん、そう、まあ、私年上だけどさ、せがれって言ったってさ、うん、なんでかって、環境保護のためにさ、スプーンとかフォークとかプラスチックですね、あのコンビニとかスーパーにあるやつ、あれを有料にしますとか言ってるらしいよ。まあいいんだけどさ、いや、何こうビニール袋のやつが一定の成果を得たと思ってんでしょあれ、うん、一般ピープルからすれば非難合々だったはずなんだけどさ、確かにマイバッグは売れたかもしんないけどさ、でも1回マイバッグ買っちゃったらもう2個目買うのって何年後よって話じゃん。経済は回んねえぜっていうのもあるし、でも結局私最初だけゴミ袋買ったけど、その後買わないね。もうスーパーで袋もらっちゃってるよ完全に。もう2円さ、2円とか5円で、あれもういいや買いもらっちゃえとか思ってさ、バカらしいもんだって。なんでそのためにわざわざさ何十枚もあるゴミ袋買うんだよ。使い切るのに何年かかんのよって思うじゃん。場所邪魔だよって思いながらさ、でこう縛れないしさ、縛れるのもあるんだけど、それ高いしさね。でさ、スーパーの袋はさ、前はさ買ったら全員もらってたから、まあ全員それを有料にするって言ってさ、なんだかんだ言ってうんうんと思うけど、まあ全員がダメージ受けるんだなって思うけど、フォークとスプーンってさ弁当生活してる人しかダメージ受けねえんだよね。私ちなみにダメージ受けない人なの。はい。うん。自炊してるからね。ここで食べるときもらわないからいいか。マジもらわないからもダメージ受けないわ、マジで。だから、そうだね。なんかのイベントで、縁日とかさ、そういうとこ行って、こう、なんか食べるときにもらう、あれも有料化されたら、さすがにそれはダメージ受けるけど、そんなん年に何回あんのよって話だから、実質的にダメージゼロやな。うん。スーパー行ったって別に家にスプーンもあるし箸あるし、家帰って食べんだもん別にいらないよね、買わないじゃん。でもだから弁当でさ、家に食器がない人じゃない、または洗うのが面倒な人しかさスプーンもらってかないんだよ。そしたら本当にごくごくごく袋の時とは比べ物にならないぐらいパイがちっちゃいわけ、影響するところが。本当にバカじゃないのって思うよね。そしたら今度はコンビニでもスプーンつけますかとか聞かれるわけだよ必ず。ご縁になりますけどとか、ほんとバカらしいと思うよ、うん、で他にさ環境対策思いつかんのかって、それが一番腹立つ、うん、だからそれの政策組む金でさ、種の保存の方にさ、要は動物園支援しろって、動物園の研究活動を支援しろって、それの方がよっぽど価値あるって。そこに飼育されている希少種の交配とかにもっと金突っ込んで、その種を増やすことに注力させるとかさ。あるいは、たまたまかかった希少な魚とかに、を保護するために水族館を支援するとかさ。その、無駄なスプーンとかの金でさ、そっちやれって。バカじゃないのってマジ思う。うん。ね。さ、まだよっぽどさ、森林資源のためにさ、こう下草を刈るための活動に金を出しますって言われた方が、まあしょうがないねって思うよ。まだよっぽど思うよ。まあそれに金払うって言われた方がさ、まあ俺らも困窮してんだけどなとか思うけど納得するよ。だけどさ、スプーン有料化でどうすんのって思うよね、本気で。本気でさ、もうこの人何も言わない方がいいと思った。画面が壊れる。まだスーパーの袋の時はさ、ちゃって思ったけどさ、今回マジでこう、もう、ガチでこう、ここにしわが寄ったからね。ふざけんなって思ったよ。いや、言ってることが、的外れすぎてふざけんなだよ。効果がなすぎてふざけんなだよね。うん。うん、まあ、これじゃグレッチャちゃんも喜ばないと思うよ、正直言って。うん。まあ、グレッチャに気があるか知らんけどさ。ね。なまあこの人は、いや小泉さんは何大臣をやったら向くのかな。何大臣やったらいいかな。ない代表がないって言っておりますが、まあ私も悩むぐらいには思いつかんよ。うん、
あの次回までで宿題させてくださいとしたら思いつくか知らんけどね、うんうん、まあもうとりあえず小泉さんがもうとりあえずよろくなこと言わないからもう何も言わない方がいいんじゃないですかっていうお話でしたとさ。ありがとうございました。